はいどうもお久しぶりでございます。私が本物の藤でございます。偽物なんかいませんけどもね、今日7月3日金曜日、あのね確か今日にアップデートが入るんですよ。はい、かねてより谷木開発は島周辺の海の安全性について調査していたのですが、ようやく安全が確認できたとのことです。ようやくということで海での遊泳が解禁することになりました。すごいよねこれ。水質もバッチリ綺麗ですし、海に潜ることもできるんですよ。潜れる。ただし安全のために泳ぐときは必ずマリンスーツに着替えてくださいね。いいね、行きたいね。ちなみにマリンスーツはお店やカタログショッピングで販売されますので、ぜひチェックしてみてくださいね。はい、ということで楽しい遊泳ライフを思いっきりエンジョイしてくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。早く泳ぎたい。はいどうもこんにちは。なんだこれ。まあ最近ゲットした服をねこう着てみたんですけども、まあテーマはデッドマンですよ。もはや死人ですよ。まあデッドマンといえば復活したデッドマンのライブ行かせていただきましたよ。いやーマコ様相変わらずお美しい。アイエさん本当にギターうまい。ってその話は今関係ないんですけどもね。っていうか雨じゃん。まずメールチェックしよっか。はい、溜まってるかな。溜まってるな。みんなから結構来てる。はい、スミちゃんは前見たでしょ。でハチくんどうした。わーいフジボン、昨日君の夢を見たよ。夢の中でも君は変わらずとっても優しかった。フジボンこれからもずっと僕と仲良くしてね。とっても元気なハチより。ちょっと怖い。とっても優しかったってな、何したんだろう。怖いな。ハッピーホームアカデミーポイントランク S じゃん。すげえ。なんでなんかした。俺なんもしてないけど。そしてスミちゃんからの手紙ちょっと怖いんだよな。まあいい子なんだけど。聞いてください藤さん、私考え事しながら掃除をするのがマイブームなんです。終わる頃には部屋も綺麗になってるし一石二鳥だと思うんですよね。ただの掃除好きじゃなくてそこには私なりの美学があるんです。こだわり派のスミより。わざわざ文にしたためたか。はい、そしてタヌキバンク、101ベルの利息、そして母からだ。また来るよ短歌が。藤江、朝早くセミの鳴く声騒がしく起こされる母寝不足に泣く朝活の成果です母より。もう雑誌に投稿したら。でプレゼントもあるんだね、ありがとう。そしてゲンジ、どうしたゲンちゃん。筋肉痛の藤江なんで知ってんだよ。今日はお前に言いたいことがあるぞ。いいか、筋肉は一日にしてならず日々の特訓が全てなんだ。うっかりサボるんじゃないぞ。バチコーイゲンジより。トレーナー。いや筋トレはしてますけども。で任天堂様から、はい、富士山へこの度アップデートのご協力、はいはい。でプレゼントあるんだね、ありがとうございます任天堂さん。そして最後ショッピング、ショッピングにあシーズン商品を入荷しました。多分これはあのダイビングスーツかな。はい、まあそんな感じですね。はい、またこの1週間ちょっとぐらい動画を投稿してなかったんだけど、変わったこと、ハチくんが前回くらいから僕のことをフジボンって呼んでたじゃん。でレイチェルにも感染した。やばいよやばいよ、このままだと島住民全員が俺のことをフジボンって呼んじゃうよあとね、あの6月の最終日30日にあのウェディングのフォト、あれ最後だと思ってやったんだよ。で1回の写真で11個もらった、愛の結晶。まあこれは住民へのね好感度上げに使えるんですよ。でプレゼント見ていこっか。これがラタンのベッド、これ誰からだ。これ多分ハッピーホームアカデミーかな。あこれ普通にいいじゃんね。はい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 、コロ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 、かわいい、あざといぞ。お母さんからももらってたな。これだ、母のぬいぐるみ。ちょっと怖くね。お母さんが作ったぬいぐるみってことだよね。お母さんのぬいぐるみじゃないよね。うん、あワンちゃん、あ普通に可愛いじゃねえかよ。これは誰だっけ、任天堂さんからシュノーケルつけてみよっか。はい、これが海で使えると。まあだけど俺今ねパックが好きなんだ。はい、顔面蒼白、よし。まあそんな感じかな。あそうだ、あとね、島クリエイトを進めました。はい、こっちの方道を作ったんだよね、こうやってしっかり。でこういう風に繋がって、でこっちの奥の方も統一しました。もう自分で作ったマイデザインの道もあったけど、やっぱりこっちの方がね見栄えいいよなと思って。はい、こんな感じね。であとレイチェルの家の方、
もうちょっと整備しました。まあ、こういう風に繋がるんだけど、こうやってこうやって、ああいる、ローラン、後で買おう。こういう風に3つを繋げて、あと嬉しいんだよこれ、ドラムセット。これいいよね。で、なんかね、ドラムセットとか楽器とかはかけてる曲に合わせて演奏してくれるんだよね。今怖い歌かかってるけど、よくわからん。あと、まあ楽器は今こう置いてて、楽器は集まったらちょっとね、なんだろう、ステージを作ってみたいかなとは思ってるぐらい。あとこれ嬉しかった、テレビカメラ、こんなんゲットしちゃいましたよ。これいいね。あ、これちゃんとねオンオフできるんだよ、こうやって、かっこいい。で、住民みんないるけど、ちょっと待ってね、お話よりも先にちょっといろいろ見たいな。どうしようかな。あ、源ちゃん、源ちゃんちょっと話そう。いや、富士ちゃんか。あ、久しぶりになっちゃうか。起動はしてたけど、あんまりみんなとね、話せなかった。なんかしばらく会わない間に、体が締まってないか。さてはお前、おいで何してトレーニングしたんだろう。くそー、抜けがけはずるいぞ。違います、包帯です。テーピング、テーピングで、多分お手紙が来るゲンジとかハチくんとかスミちゃんとか、あと前レイチェルも来たかな、はもう好感度結構高いんだけど、モニカとかタックンとかハチとかはまだ少し低いと思うから、その子たちには愛の結晶を渡していこうかなって感じなんだよね。まず何からする？ちょっと遊びたいけど、その前に日課をやろ。仕事してからにしよう、こういうのは。ってことで、果物も売りたいし、化石の鑑定もしたい。まず化石の回収しよう。あら、落とし物があるな。これ誰だ？はい。これ調べられるのかな？誰の落とし物かな？見当もつかねえのか。っていうかさ、この博物館アネックスの方見せてなかったね。今こんな感じ。欲しいなーって思うものはね、今揃えてるんだけど、ほらほら、ティラノサウルス、ティーレックス、もうあと少しって感じ。これでこいつでかいよな。まあそんな感じかな。はい、今日の分の化石は回収しました。そして渡したいもの、もう結構あるんだけど、虫もいるし、あ、そうだ、あとね、先週の土曜日かな、虫取り大会に参加してきました。まあ成果としては普通だったんだけど、いいものもらったよ。アウトドアな虫網で虫取り大会スタート。アリアゲハチョウ、青筋アゲハ、大ゴマダ、モンシロチョウで青筋アゲハ、バッタ、モンシロチョウ、青筋アゲハ、アゲハチョウ、バッタ。あと20秒、12匹、これ結構いいのか。いる。最後にカナン行って終わりたいな。10秒、あと1匹ぐらい、あと1匹、何でもいい、何でもいいぞ、出てこい出てこい、なんかアリだ。はい、グッズの交換してもらおうか。なんだべ、なにそれ、虫のステッキだ。ステッキっていいやつさ、あるのは知ってるけど、俺1個も持ってなかったんだよ。流れ星、あれを使うから俺全然持ってなくて、虫のステッキを手に持つ、そしてかわいい。超じゃん。で、これをどうすんの。コーデセットが登録されてないよ。あー、登録して使うもんなのね。じゃあ登録とかはまた今度やろう。そう、これでね、ワンボタンでもう全部着替えられるみたいなんだよ、登録しておけば。要は満足じゃ。そう、ステッキってやつをねもらったんだよね。それはまだ全然コーデの編集とかしないから、まあなんもないんだけどね。で、あと、そうそうそう、これ浪人味、あ、これ前見たやつか、もう一回見よう。でかい。これどうやらコメント見たんだけど、レアらしいね、結構嬉しい。あと及川さんと大仙地小金さん、なんか新しい虫もすごい増えました、こんなやつ。まあ全部渡しちゃおう。ん？なんか風太が言ってる。実はこのアイランド島でも海の幸を取ることができるらしいとの噂を耳にしたんですよ。ここで見つけられるかわかりませんが、もしいいことがあれば見せていただけると嬉しいです。え、どういうこと？ずっと渡してるじゃん、海の幸は。はい、今日の化石、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。さ、鑑定員、さあ何個？お、結構あるぞ。ブラキオサウルスの胸、メガスラップスの体、
そしてプテラノドンの右翼、あ、すごいすごいすごい、イグアノドンの頭かぶってない、最高じゃん。オッケーオッケー。そしてカブトムシとコノハムシ、あ、コノハムシって面白かった。なんかね、あの家具とかのコノハあるじゃん、あれに紛れてんだよ。そしてオオセンチコガネ、及川さん、浪人アジ、行ってみよう。これ完成するんじゃないか、そろそろ。いや今回素晴らしいよ。まずここは全部あるよね多分。あと何が足りねえんだ。さあこちら、あと何がねえんだ。完成してるしてるしてる。そう、プテラノドンがやっと完成したな、きっと。これはキャツアルカタルスでしょ。で上完成した、嬉しい。そう、ずっとね右翼が出なかったんですよ。そしてこっちも完成してるしてるしてる、かっこいい。あ、ん、してるな、イグアノドン、素晴らしい。パラサラロフス、そして、あ、こいつ全然じゃん。パキキャロサロス、そしてトリキラトプスが足りねえんだ。そっかそっか。あとはトリキラトプスぐらいか。そうだな、こっちも完成してるでしょ。で全体的に見たら、そうね、トリキラトプスじゃない、あと、あと右のお部屋かな。はい、こっちのお部屋、マンモスさん完成してる。こいつも完成してるでしょ。これも完成してるしてるしてる。じゃあやっぱもうあとあれだけだ、トリキュラさんちのトップスくんだけだよ。よし、じゃあいらないもの買い取ってもらおう。化石いっぱいとフルーツたち、お願いします。さあおいくらですか。87,500ベル。いいですね、やっぱ堅実に行くのがいいね。うん、今 ATM の方に20万ちょっと入ってたかな。で次の借金返済は50万。長い。あ、プロテインシェイカーあるじゃん、これゲンジにあげたら喜ぶんじゃない。これもっとこう買っちゃう。さあそしてやってまいりました、エイブルシスターズ。またあさみさんとね全然話しなかったんで話してみよう。元気やったか藤井さん、よかったらこれ、え、もらってください。え、そんな悪いよ、お店の人がお客さんにその無償で物を渡すのよくないぞ、ダメだぞ。あー、もらっちゃう、もらっちゃう、全然もらっちゃうよ。僕は、僕だけだよ。これ私が作ったんですけど、柄物の布地なんです。ほう、家具って布地の部分を張り替えてリメイクできるじゃないですか。あ、そうはね、それに使えないかと思って柄の種類もたくさん作ったんで、もし気に入ったものがあれば使ってみてください。使い方なんですけど、作業台で家具をリメイクするときにパターンを選ぶと柄を選べる。ただし全部の家具に使えるわけじゃなくて、物によりますから注意してくださいね。心を込めて作ったので、どうぞ試してみてください。なんだよ、どういうことだよ絹よ、どういうことだ。ゆっくり見ててちょうだいね。あ、店員、まあ物もらえてすげえ嬉しいけど、今日はもうないのかな、あの話、なんか生い立ち話。もう夏服の準備はバッチリですか。あ、そうだね、前回のあの写真の話、あれでもう一区切りしたのかな、ちょっと寂しい。さあ今日の服、駅伝な服。いやー着ないよね、オーバンストール T シャツ、なるほどね。マーブルドットの T シャツ、普通に可愛いね。ボアベスト、あー、はいはい、悪くはない。出た、ミームな服、猫猫。そしてチェーン付きパンツはまあいらねえな。でレーススカート、朝顔の浴衣、あら可愛らしい。袖なしシャツワンピ、これ似合う準備いるぞ。お、待って、エジプトの服、これいいじゃん、買ってこう。そして、お、バイキングの兜、強そう、いいねいいね、これも買っとこう。ヘッドギア、あ今のね、その顔の前デザインとすげえ合ってるじゃん、すげえボクサーっぽいよ、殴られすぎて目腫れてるもん。まああとそんなもんかな。ウエスタンブーツ、履くタイミングむずそうだな、そんなもんね。よし買っとこう。はい、服は買ったんで次ローラン。ローランのあの動く壁紙欲しいよな、もっと。あ、でも床にしよっかな、前回壁だったし。ってことで不思議な床を買っておこう。3,000ベル買うです。さあ何もらえるかな今回は。壁紙もまだ買えるか。あ、まだ買えるわ、じゃあ買っとこう、買うです。さあ見てみよう。草花の絨毯、それとエジプトの壁。はい、部屋に帰ってきました。まあ今こんな感じです、全然変わってない。じゃあ見てみよっか、草花の絨毯、動くかな、貼ってみよう。
ああ、動かないタイプか。まあ、ハズレかと思いきゃ割と可愛いよね。そして、エジプトの壁。見てみよう。ああ、悪くない。いいんじゃないこれ。ついさっきエジプトの服も買ったし、いいじゃない。そして、ラグも買ったんだよね。だらしないラグ？はい、だらしないラグを。ああ、確かにこれはだらしない。使わんな。よし、日課は終わった。そしたら、それやってみたいな。そのダイビング？素潜り？海かな？海のどっか。え？普通に生きるわけじゃないんだよね。あ、そっか、マリンスーツを買うんだ。マリンシューズ、葉っぱ柄マリンスーツかわいい。待って、なにこれ？なみなみって、買っとこう。はい、オーダーする。で、葉っぱ柄マリンスーツ買うのいいけど、もしかして後日だよね。え、今日入れない感じ？マリンシューズも？で、シーズン商品。七夕だ。これかわいい。買っとこう。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしたらいいんだ？ちょっと、エイミー。あら、こんにちは、ダッピー。あ、そうだ。落とし物あったな。見せて、ダッピー。はい。これです。まあ、行方不明だ。あ、エイミーだ。すげえ、一発だ。私の小説本当にありがとう。何かお礼をさせてね。ダイビングスーツ、ダイビングスーツ、ダイバースーツ。作業服じゃないの。ていうか前もエイミーからさ作業服もあった気がするんだけど、待って、色かぶってねえかこれ。つけてみよう。あ、こういう作業服ね。はいはいはい。いや違う、ダイバースーツが欲しいの。あ、あった、ボーダーのマリンスーツ。あの、ここにあったのか。これで入れんじゃない、ついに。シューズはないけど。あ、ボーダーのマリンスーツにご興味おちゃんですね。この後、海に行かれる予定でしょうか？でしたら、海で泳ぐ時の注意点について、ご説明させていただきます。まず、海に入られる時は、あらかじめボーダーのマリンスーツなどの、マリンスーツに着替えるようお願いします。マリンスーツを着ていれば、浜辺や岩場などから、A で海に入ることができますよ。海では A で泳げるんですが、そうそう、海の中に影を見つけたら Y で潜ってそのまま泳ぎながら追いかけてみてください。影に追いついて捕まえることができたら海の幸が取れるのだそうです。ということでご説明以上になります。あさえまして、ボーダーのマリンスーツは3000ベル。買う買う、ちょっとダセーけどしょうがない。背に腹は変えられん。よし、じゃあ早速マリンスーツ着てみましょう。身につける。あ、でもな、俺のお気に入りのファッションが、せめてせめてせめてパックだけでもさせてくれませんか。これで海入れるかな。行ってみようぜ。 A で入れるのか。お、ちょうど魚いるじゃん。入ってみよう。おお、すごい。あ、逃げちゃった。わあ、すごいすごいすごい。え、どんぐらいいけんの。 A で泳げる。すごいじゃん。え、カメラの角度は、あ、変えれる。うわー、完全に心霊映像。面白いなこれ。すごい、どこまで行けんの。あ、なんだよ、ここまでかよ。あるのか、たぬき開発め。しっかり V なんか作りやがって。どうしようどうしよう、何したらいいの。待って、 Y で潜れんだよね。潜ったらどんな感じ。おうおう、潜った。息どんぐらい続くのこれ。藤君大丈夫？あ、あー限界みたいだ。うん、本当にデッドマンしちゃうもんね。これさ、泳ぎながらこれできんの。なんか、例えばくしゃみ。あ、できる。すげえ足。あー音量。眠そうにするな。死ぬぞ。もじもじ。あー、結構このね、もじもじ好きだな。てかすごいな、海の中でもこれできんだ。これ写真が映えるよ。やばい、止まんないな。楽しい。いいね、素晴らしいね。動物の森アップデート。あ、ん、待って、なんか気泡が出てる。ここからなんかあんじゃないか。違う、関係ない。あ、気になるな。行ってみよう。ん、なんかない、ここに。ほらほらほら、あ、あ、いるいるいる。なにこれ。あ、捕まえられる、藤君。うわー、すげー、藤君すごいよ。ん、これは水クラゲ。ちょっとだけ毒がある。もうタックンが気になる。
ていうかこれ海の幸なの、これが。マジで。あ、普通の魚は逃げちゃうんだ。で、海の幸っていうのはその気泡がある場所かな、そこにいるんだきっと。これ視点変えたりとかしたら、あ、わかりやすいのかな。面白い。あ、あそこにあるぞ、取ってみよう。こいつだ。あいつを捕まえればいいんだな。他何がいるんだろう。あ、ウニだ。これはウニだ。うまいものにはトゲがある。バラみたいに言うな。他には、他には、ここにもある。取ってこい。おし、お、なんかでかいぞ。なんだ。あ、これはワカメ。ミネラルたっぷり。さあ、お次は。ん、なにこれ、ちょっとキモい。ホヤか。大人の味だ。ん、なにこれ。フジツボだ。実はエビの仲間なんだ。あ、サメいる。これ冷静に考えたっけさ、食われるぞ。来た。いやー、すごいな。素潜りして取って、そしてサメ持つって。わー、でっかい。これは何？ジンベエザメだ。でっかい。ワイルドすぎるだろう。めっちゃ生き生きしてんじゃん。お、これは海ぶどうかな。海ぶどう。プチプチやみつきの食感。わー、楽しい。やべえ、これずっとやっちゃうな。でも海でできることって、まあつまりこれぐらいなのかな。潜って海の幸を取るぐらい。なんか他にも面白いもんないのかね。ん、これはチンアナゴ。穴の中からこんにちは。ゲンちゃんにプロテインシェイカーはね、渡しとこう、今回のうちに。はい、どうぞ。うおー、プロテインシェイカーちゃん。これ嬉しいと思うんだけどな。サンキュー。おいらこういうの結構好きなんだよな。いや、だいぶ好きだろ。今度模様替えするときに飾ってみるよ。飾るもんじゃないんだ、ゲンちゃん。違うんだ。おいらの部屋レベルがさらに上がりそうだぞ、マロ。待って、バカじゃ悪いから。ひよこ柄 T シャツ。ひよこ柄ってなんだ。あ、めっちゃ可愛い。これめっちゃ可愛いじゃん。ありがとう。あ、なんかエクササイズしてる。可愛いな、お前。家でしな。たっくんにさ、あげようかな、愛の結晶。だってたっくんからあんまり手紙来ないから、あんまりなんだと思うよ。さあ、愛の結晶1個だけね。1個だけ。11個も渡すなよ。これってまさか愛の結晶かい。こんな素敵な乗り物、ありがとう。時間、サンキュー。君からの愛、しっかりと受け止めたよ。さあ、なんか変わるかな。もし困っていることがあればいつだって僕に相談してくれて構わないからね、ふじくん。例えば世の中可愛い子ばかりで困っちゃうとかさ。それお前だ。だからロマンスが始まる予感がするんだ。一向に始まるんだけどね。なんだこいつ。